にちは、ナチュロパスのさやです。いかがお過ごしでしょうか？私はオーストラリアに在住している自然医療療法士ナチュロパスという資格を持って自身のクリニックで日々診察を行っております。もうね、何回も聞いてくれている方はもう分かったよという感じかもしれませんが、ナチュロパスどういった仕事をしているかというと、日本でいう総合医療、統合医療といったところでですね、とにかく体のいろんな症状、もう消化器から肌の悩み、ホルモンバランス、不妊、何でもいいです。それから心のお悩みですね。いろんなお悩みに対して、診察を行っております。でね、一番ね、大きな違いは、ナチュロパスはですね、もちろんね、その今困っている症状を抑えることも大事なんですけれども、それ以上にどうしてそうなってしまったのかっていうね、本当の原因を、診察を通して突き止めてですね、その根本の原因からもう取り除く、そういった治療のお手伝いをしております。なんでね、ゆくゆくはもう私たちのところに来なくてもいいようなそんな治療方法にはなってしまうんですけれども、患者様ご本人からしたらいいですよね。例えば長年頭痛で悩んでいて、もうとにかく痛み止めしかもらえなかった、お医者さんに行っても全然解決してもらえなかった、そんな方とかもね、ナチュロパスのところに来ていただけると、意外とね、隠れた原因があるかもしれません。例えば頭痛で言うとですね、今日後でお話ししますが、ホルモンバランスの乱れですね。乱れって一言に言ってもね、何のホルモンがどう乱れてるかによって、かなりね、この頭痛の種類だったり起こる時期が違ったりもします。そして、ホルモンバランスの乱れじゃないなと思ったら、もしかしたらそれは重金属の蓄積かもしれません。もしかすると、実は毎日口にしているようなね、食べ物が実は体に合っていない、食品アレルギーまではいかないけれど、いわゆる遅延性食品アレルギーっていうものですね。なかなかすぐに症状として現れないから分かりにくいんだけれども、本当はこの食べ物体が苦手だった、そんな場合もあるかもしれません。とにかくね、いろんな原因が絶対あるんですよ。ですので、その根本の原因っていうのを突き止めて、そこから改善をしていただくというね、そういったお仕事をしているのがナチュロパスの仕事です。はい、さて今日はですね、頭痛についてお話をしたいんですけれども、特にね、頭痛って言っても本当に頭痛、偏頭痛、いろんな種類がありますし、痛い部分も違いますし、きっとね、痛くなる時期っていうのも皆さんバラバラなので、今日はですね、ちょっと女性の、月経前後に特化した頭痛についてお話をしたいと思います。さあ皆さんどうでしょうか？なぜかいつも月経前、もしくは月経後、もしかすると両方頭痛を抱えてしまっている、毎月なんだか頭が痛い、そういった方いらっしゃらないでしょうか？実はですね、これ裏話があるんですよ。裏話というかね、我々はこういったことを普段ね、診察で言っているんですけれども、まずね、月経前に頭痛がするという方で、特にね、生理が始まるもう前日とか2日前とか、特にそのあたりに頭が痛くなるという方いらっしゃいますかね？実はですね、まずこの月経前の頭痛というのは、ホルモン、特に、女性ホルモンエストロゲンというね、種類のホルモンの急降下によって起こるものが、結構原因かなというふうに言われています。どういうことかというとね、この女性のホルモンバランスっていうのは特に今この、エストロゲン、それから黄体ホルモン、この2種類がですね常にね1ヶ月かけてこう上下動いているんですよ。波のようにね波打っているんですけれども、これがね正しい波の打ち方であればこんなことは起こらないんですけれども、実はね人によっては例えば波の打ち方があまりにも激しかったり、逆に波の打ち方があまりにも、少なすぎたり、つまりこうホルモンが足りなさすぎたりですねする場合によっては、結構ねいろんな症状となって現れる場合があるんですね。でこの生理前に起こる頭痛というのは、実はこのエストロゲンね生理前にかけて、だんだんねこう量が減ってくるんではあるんですが、人によってはねなかなかこうホルモンバランスがうまく保てないといいましょうか、方はですね、エストロゲンがもうジェットコースターのように急降下するんですよ。ヒューンとね。でこの急降下が残念ながら頭痛の原因となってしまう、急降下によって頭痛が起こってしまう、そんな場合があるんですね。でね、前回お話ししましたけれども、前々回でしたかね、毎月とりあえず痛み止め飲んだらなんとかなるやと毎月痛み止めを飲んでいる方、これね前も言いましたけれども、逆にホルモンバランスもっと崩す原因になりますので、見ていかないといけないところは痛み止めを飲んでなんとかするのではなく、ホルモンバランスを整える、こちらを見ることが非常に大事となってきます。どうやってやるのかはね、またちょっと今日は時間の関係で話さないんですけれども、主にはねやっぱり肝臓という場所がですね、子宮じゃないんですね、肝臓という場所がホルモンの代謝を司りますので、肝臓の、ケアだったりメンテナンスだったりバランスを整えるが非常に大事になってきます。それから、次ですね、頭痛が生理の、だいたい2日目とか3日目とか、とにかくこう始まってちょっとしたぐらいから頭痛がいつもするという方、これねきっと貧血なんですね。やっぱりねこう生理が始まって、経血が出るともちろんですけれども、女性の体から血液量が少なくなるわけですよね。で血液量が少なくなるってことは、すでに貧血の方、血が乏しい、血が足りないと書いて貧血ですので、さらに貧血レベルが、悪化してしまう。でねこの貧血の、いろいろね症状はあるんですけれども、代表的な例が頭痛なんですね。他にもね貧血の代表的な症状で言うと、立ちくらみがしやすい、フラフラしやすい、すごく疲れやすい、朝起きれない、そういってねもうとにかくこうエネルギーがないような、そういったイメージの方が結構多いのではないかと思います。逆にね、ただね正直なところ患者さんを見て思うのが、仕事めちゃくちゃ頑張っている方、それからこうねストレス抱えながら毎日一生懸命生きている方、結構皆さんこう気合だけで生きている方が多くて、あんまり自覚ないんですよね。なんで本当にこうなんでしょう、フラフラするとかしんどいとかも感じない方が多いんですよ。けれども明らかな症状、どこどこが痛い、こうね頭痛がするとか、もう一つ言うと、便秘ですね。便秘の方も、貧血だったら起こります。なんでね、あとは足先が冷たいとかですね、明らかな症状がもしもね見られる場合、必ず貧血じゃないかチェックしてください。これもねどこかの回でお話ししたと思うんですけれども、一般検査のね通常のヘモグロビンとか赤血球では残念ながら貧血かどうかっていうのは分かりません。本当のね貧血値を確かめるためにはフェリチンと言われる、どれくらい鉄分が貯蓄されているかというこの数値が必要になってくるんですね。なんでね、内科の先生のとこに行かれたら貧血チェックしたいんだけれども、フェリチンを入れてくださいというふうに言わないと絶対に入っていない項目なので非常に要注意です。というわけでね、どうでしょうか皆さん。頭痛、生理の前の頭痛は、ホルモンバランスの乱れの象徴であるということ、それから生理が始まってから来る頭痛というのは貧血の象徴であるということ、皆さんはいかがでしょうか。ということでね、今日は10分ちょっとになりましたね。結構ね頭痛抱えてらっしゃる方が多いので、ぜひね痛み止めを飲んでいるという方、前々回ぐらいの回もぜひ聞いていただきたいんですけれども、痛み止めのね使いすぎ本当に良くないんですよ。もうねすごく乱用されまくってる気がしますので、本当に健康になりたいと思う方、ぜひね前の痛み止めの回も聞いてください。そしてこちらも参考にしてください。もしもね本当にどこからどう始めていいかわからないとお悩みの方、私オーストラリアで診察していると言いましたけれども、もうね2021年も終わろうとしています。もうオンラインで世界中どこでも診察可能ですので、ぜひご相談ください。というわけで今日もお聞きくださりありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのうさえでした。 See you next time.